海南区から奄美大島へご出発のお客様に、もう間もなくで搭乗手続き終了のご案内いたします。海南区10時10分発奄美大島行き381便は9時50分をもちまして、皆様のご搭乗手続き並びにお手紙のお預かりを終了いたします。まだお手続きがお済みでないお客様は、はい、スカイマーク搭乗手続きカウンターまでお越しください。お手伝いを希望されるお客様、温
します。続いて乗車券またはご覧の中に記載されているグループ番号制にご案内いたします。まずグループ1並びにグループ2としてダイヤモンド JTC プレミアエルガムのサファイア会員ジェルグローバルクラブの点様をご案内いたします。最後にグループ3並びにグループ4を含めた4機会にご利用の点様をご案内いたします。なおもしくこちらの日は階段を開かせまして、飛行機までは当然のご案内でございます。乗車券などのため、並びに帽子などのお手伝いの様々な内容をご注意をお願いいたします。今日もオンラインライアンスメンバー、日本航空をご利用くださいまして、ありがとうございます。日本航空より、約1万日、3,743機をご利用のお客様へ機内持ち込み、お手荷物についてご案内いたします。皆様が機内にお持ち込みいただけるお手荷物は、ご自身で適切にご注文いただけるお手荷物1点と、日の丸の下1点です。機内の生活スペースからの発掛ける保存や、お客様ご自身のお手荷物をするため、お持ち込みはご自身で許可しております。機内の安全確保と少ないようなご登場のため、危険を超えるお出入り物はこの選手ではお願いいたします。なお、危険を超えるカバーをお持ちの皆様は、課題があらかじめ電話を掛けさせていただき、今週口にてお預かりすることもございます。どうぞご了承ください。安全運営の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。乗車券並びにグループ10分発東京行きの搭乗口は3番に変更となりました。どうぞご了承ください。 The gate for Skymark Airlines Flight 304 for Tokyo has been changed to gate 3.ご案内いたします。客車両、機内の持ち込みをいただけるお手荷物はお一人様にて、航空重量が7キロまででございます。機車のサイズ、個数、重量を超えるお手荷物をお持ちの客様、保存管内を閉まりますと、ご搭乗お断りをさせていただく場合もございます。立場協力で先ほどで機内の処理の方の重量、サイズ、個数の確認を受け止まっております。車両さんをご利用のお客様で、お仕込みのお客様に車両のチェックがついていないお客様いらっしゃいましたら、お仕事の準備までお越しください。日本航空より約1万日、3743機をご利用のお客様へご案内いたします。当便はご案内いたしますと、事前解説のご案内いたします。係員の方は希望されるお客様、赤ちゃん連れのお客様、妊娠中のお客様は、電子の搭乗口前方にお集まりください。日本航空より約1万日、全部2で5分発、3743便をご利用のお客様へ、全開予約のお案内をいたします。あたり、学生を希望されるお客様、赤ちゃん連れのお客様、妊娠中のお客様は、どうぞ電子の搭乗口よりご搭乗ください。続きまして、約1万日、日本航空3743便は、グループ1、並びにグループ2のお客様が飛行機へご案内いたします。ダイヤモンド、JTC プレミア、エメラルド、サファイア会員、ジャル、グローバルクラブのお客様は、どうぞ11番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空3743便はグループ3並びにグループ4を含めた約1万日ご利用の皆様をご案内いたします。約1万日、日本航空3743便をご利用のお客様はどうぞ電子版搭乗口よりご搭乗ください。なお、本日こちらの便は階段を使用いたしまして、飛行機まで後乗せのご案内でございます。
使わなければの鍵、並びに帽子などのお召し物が届かないようご注意をお願いいたします。今日もご案内やすれば日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。日本航空3763便11時ちょうど種子島行きの搭乗口は12番に変更となりました。どうぞご了承ください。日本航空3823便11時10分発トロン行きの搭乗口は11番に変更となりました。どうぞご了承ください。日本航空3745便11時35分発屋久島行きの搭乗口は12番に変更となりました。どうぞご了承ください。日本航空より東京羽田行き10時50分発644便をご利用のお客様へご搭乗の順番についてご案内いたします。搭乗時のお客様同士の間隔を保つためご搭乗は5回に分けてご案内いたします。それぞれのご案内までおかけになってお待ちください。はじめに事前観察としてお手伝いを希望されるお客様、妊娠中のお客様、赤ちゃん連れのお客様よりご案内いたします。続いて搭乗券またはご搭乗案内に記載されているグループ番号順にご案内いたします。まずグループ1並びにグループ2としてダイヤモンド、JGC プレミア、エメラルド、サファイアサーイン、シェルグローバルクラブのお客様をご案内いたします。その後飛行機内での混雑を避けるためグループ3のお座席番号40番から50番のお客様をご案内いたします。続いてグループ4のお座席番号20番以降のお客様をご案内いたします。最後にグループ5を含めた東京羽田行き644便をご利用の皆様をご案内いたします。なお新型コロナウイルスの感染拡大を防止するためご搭乗の際は前のお客様との間隔を空けてお並びくださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。空しのエア74便並びに ANA 2474便9時55分発東京行きはただいまから搭乗のご案内をいたします。お客様は2階搭乗口7番へお越しください。ソラシドエア74便並びに ANA 2474便9時55分発東京行きはご搭乗の最終案内をいたします。お客様は2階搭乗口7番からお急ぎご搭乗ください。ソラシドエア83便並びに ANA 2483便10時5分発沖縄行きはただいまから搭乗のご案内をいたします。お客様は2階搭乗口6番へお越しください。ソラシドエア83便並びに ANA 2483便10時5分発沖縄行きはご搭乗の最終案内をいたします。
日本航空
3795便11時25分発徳之島行きの搭乗口は12番に変更となりました。どうぞご了承ください。日本航空のみ東京羽田空港行き640両線をご利用のお客様へご搭乗の乗車についてご案内いたします。搭乗時のお客様のお客様のお客様でご搭乗はご参加のみでご案内いたします。それぞれのご案内までお気になってお待ちください。はじめに事前監督としてお手伝いを希望されるお客様、また関係のお客様、妊娠中のお客様をご案内いたします。続いて搭乗券またはご搭乗案内に記載されているグループ観光中にご案内いたします。各グループ1並びにグループ2としてダイヤモンド、JGT プレミア、エメラルド、サファイア会員、ジャルグローバルクラブのお客様をご案内いたします。その後混雑を避けるためグループ3の踊り番号4分番号のお客様をご案内いたします。続いてグループ4の踊り番号20番号のお客様をご案内いたします。最後にグループ5を含めた全てのお客様をご案内いたします。なお新型コロナウイルスの感染拡大を防止するためご搭乗の際には前のお客様との間隔を空けてお並びくださいませ。皆様のご協力をお願いいたします。今日もわざわざお待ちすれば日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。日本航空より東京羽田空港行き644にご利用のお客様へご案内いたします。本日こちらの便は踊り暮らしまして飛行機を変更しておりますため一部のお客様のお席を変更しております。1階のカウンター席でお受け取りいただいた搭乗券または2階の保安検査場にてお受け取りいただいたレシートをご覧いただき搭乗券またはレシートに記載されておくお席をお座りください。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。ご案内などがございましたら、出番を開けてお話しください。日本航空3745便、11時10分発、立島行きは天候不良のため、着陸できない場合、鹿児島空港に引き返すことが予想されます。どうぞご了承ください。日本航空3795便11時25分発徳之島行きは徳之島地方の天候調査を行っております。新しいご案内は11時25分ごろいたします。お客様はしばらくお待ちください。日本航空よりお問い合わせ方のご案内をいたします。種ヶ島行き11時東発3763便の飛行機へのご案内は12番搭乗口にて10時35分を予定しております。こちらの便を担当いたしますのは松岡でございます。お手伝いを希望されるお客様はどうぞ気軽にお知らせください。今日もマイアルダイナミックメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。